南陽市中心部周辺の空中写真。画像下部中央の市街地が赤湯地区。画像左上部の市街地が区内地区。画像右の水田に見える小さな湖は白龍湖。1976年撮影の28枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。南陽市は 山形県の南東にある人口約3万千人の市。北に丘陵、南に翌夜が広がり、鶴の恩返しの民話が伝わる里として知られる。白龍湖南陽市は、大玉盆地の北部に位置し、市の北部は、白鷹丘陵、南部は、平地が明け、もがみ川を南端とする。米沢市には、約2 1トル、県庁所在地の山形市には、 約3 5トル、福島市には約6 1トル、仙台市には約9 5トルである。標高は平野部で2 0 0ルほど、北部山間部で4 5 0ルほどである。合併時に宮内町と赤湯町の双方が新氏名で譲らず、中佐山として、阿鼻子東吉山形県知事が中国の古事である南洋の菊水から引用して命名した。 随所地名である。指名決定の経緯から、南洋市とは1988年に有効都市として提携している。定数17市内で生産されるワイン高等学校、中学校、小学校、大玉地方の交通の要衝としての役割を果たしている。赤湯駅南洋の菊祭りえ母星山公園の桜南洋スカイパークから南洋市市街を望むくぐりだき。 ありがとうございます。